はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。リアルタイム対戦、前回続きからやっていきたいと思いますね。オリハルコンさん73勝53敗というところです。昨日一昨日とね、もうめちゃくちゃもうストレス溜まる試合だった。今日はなんか気持ちよくなりたい。明日情報局来るっていうことで、今日明日ね気持ちよく過ごしたいじゃないですか。そしていい情報をいただきたい。はい、先生よろしくお願いします。ストーリーのドロップ率5倍にしといたよ、平常から。そんな情報いただきたい。だからこの対策ができてないときにやめてくれる、いきなりそういうのに始めんの。できてないからこの対策、まだクサルナイトでカバーするやつの対策できてないから。はい、今週過ぎてくんないかな。モナハンター早く帰ってこいよ。つらい、やっててやってつらい。これなんでこれ入んの？え、これなんで入んのこれ。ああ、落ちるからか。ああ、落ちてさらに倍って感じ。ああ、そういうことね。なるほどね。呼んじゃうかな、こっちかな。こんな感じでどうでしょうか。カエルはもうしゃあないな。で、かばうならこっち。よし、いいぞ。万事の構えに続き、段差の構え。やっぱカエルだろ、カエルメインに来るだろ。うん、どうだったら真珠に打ち込んでもよかったかな。何それ、開花の新しい技じゃない。あ、じゃあかばうってやれるんだ、多分。さあ、出てくるか。出てきてモナハンで、あー、なるほど、そういう感じになっちゃう、そういう感じになっちゃう。じゃあここでいいかな。こっからしばらく膠着状態が続きますが、再生速度は 1.5 倍を推奨いたします。こっからの動画ね。ゆっくり走ろうかな。ゆっくり喋ろうかな。このあとは、ゴーレムは喋れないわ。名前呼ぶだけで終わっちゃう。さあ、どうする、これどうするよ、どうするよ。なあ、なんかいい案ないっすか。なんかいい案ないっすか。お互い多分もう膠着状態だと思うよ、これ。お互いもう動けないっていう状態だと思うけど。違うかな。ゴーストが多分こっちが左側に、もうこっち来て、次、ラリフを取ってとか、そういう感じだと思うんだよね。もうお互い膠着だよ、これ。しゃあないよ。そういうもんだから。ああ、違う違う。あとはピサルナイトのカバーが終わってか。そこだな。そこが終わったらおしまいだな。あの向こうのあれが来るわ、ゴーンが。ここに入る。ナイスですね。ナイスですね。どうするよ、これ。どうする？いかんともしがたいな、これな。ここ行こうか。これでいいかもしれない。こっちはこっちでラリフォー部隊いるから、そうだね。これでラリフォー取るか。もう回復されちゃった。グレイナルも回復持ってんの？なんか行動開始時。ワンパーン。狙撃手にやられたよ。狙撃手にやられたな、バタフライ。悔しいな、悔しいな。悔しいの。
うん、でゴーストが絶対狙ってくからあれ。しゃあ。いや届かないし、うん、分かった。次のターンで眠るのはしてないけど、そこはもうゴレムスうちもいないからかわいそうだけど、そこはもうゴレムスねお亡くなりになってる状態なので、これワンパン食らうかな。やめていいかな、やめていいかな。なんでさ毎日こう出だしこれなんだろうな。なんで出だしこれなのこれ。80% ってそんな取れない。はい、対戦よろしくお願いします。いやー、あーでもあれ遠いな。 1,2,3,4 届かない。ん？あ、ナマさんだっけ、あれ射程 1,2,3 で、この子ナマさんの射程3ぐらいでしょ、あっても。あー見なかったな。あーあーで無事順波行くのか。でエスタークで無事順波終わるで、ソロが来る。あーなるほど、うん、最後でブジュジュンパ終わるかな、どうかな。でも次ソロが、あ、いやいや、ここ耐えてくれればどうだ。許されねえなー、マジ許されねえ。これソロ出てくるしかないよな、うん、苦そう。だからさ、おかしいじゃん、 80% 取れないくせにさ、もう 40% とか取る、これもう毎日毎日さ、マインドならまだいいよ、ま、もう何これ。はい、対戦よろしくお願いします。あー、あーそこなんだ、あーそこなんだ、やっぱこうだな。スタークの量がな、オーロラで一発で落とせないんだけどな、多分落とせないんですよね。ああかわいそうに、かわいそうに、まあ、ピサライト使わなくてもこれは勝てますけどね。いや使わないでいけよ、ピサライト、それが攻めてもらう。
うわーい。これ落ちるよな、もちろん落ちるよな。だけど一応カバーの範囲以外で受けます。一応落ちた手で やります。こっちは、あ、いやいや、麻痺か、麻痺取られた手でやります。いや本来こうだってマジで。はい、大戦、よろしくお願いします。おー、テリーだー。いいね。テリーは、この回数で上がるんだっけ？あ、もう戦闘開始じゃ上がってるわ。1上がり、1上がりね。で、サンタリナは2上がりだっけ？あ、いや、サンタリナ上がんないんだよ、確かね。だ、テリーからじゃない？テリー、サンタリナじゃない？違う？いや、ブジョジョンパ先いや、マジ神。ありがとう。ここは電しかないから余裕です。で、この子は、ありがとう。で、魔物化で落ちたらいいね。で、ここに関しては、あー、これ入らないか、悔しいなこれな。あー、モーター来るわ。いや、モーター良くないわ。モーター良くないわ。これ、これにしようか。これ、これにしましょう。腹つがるけど、たてててん！ OK。で、あれは、ここで混乱の域。で、天空竜で、あれ。こんな感じ。こっち出れとく。ミラージュボイス、おお、先、これ天空竜どうするかな。じゃ、こっちしようか。これでいいね。はい、あ、腹痛でさ、運営もさ、モナーハンターの育成状況がさ、みんながどういう風に取ったかとかさ、そういう紹介があってもよくない？3つの分岐点があるんだから、アタックモーター取った人とかさの割合、物理反射取った人の割合、うん、ツイントルネード、あとファイヤーボ、なんだっけあれ、うん、そういうさ統計学的なやつ出した方がさ、よっぽどお便りになるわ。へえ、そうなんだってなれば、闘技場においてはその逆を組もうかなっていう人もいるじゃん。腹痛じゃなくてね、会心選ぶ人だっているもん。もう圧倒的腹痛が多いと思ってますけど、物理反射、大義反射、魔法カンター、魔法カンターなんてどんぐらいいるんだろうね。そんないなそうだけど、魔法カンター、大義が一人か二人かぐらい当たったぐらいかな。一人かな。あの丸い円の色が違うんだよね。あれでちょっとピンときたんだよね。それで調べてみたら大義反射なんですよね。ブジョジョンパ通らない。相対戦よろしくお願いします。デスピ、ベーラ、エスタークでうちって感じじゃない？はい、食い込んでいる、食い込んでいる。だけどね、これここなんだ、もったいないけどな。こっち行きたいな。こっち行っちゃダメかな。いや、こっち行きたいんだけどな。こっちになっちゃうな。しゃあないな、もう。惜しいな。スラッシュバック。
こうなってしまうんすよね。こうなってしまうんすよね。どうしようかな。これ、これにして、これにしてバタフライでラリフォー突っ込むか。いやいやいや、混乱の域使うか。混乱の域使う。混乱の域でバーンじゃなくて誰だっけあいつ。あいつをやりたいな。で、これ突っ込んでくるから、ここだ。ここが一番いい。で、この子に関しては、こうだな。こうして、右にゴレムスを配置してやる。下にするか、うん、下でいいか、下でいいや。うん、あーそこかい、そこかよ。でここからなんだよな。エスターク、エスタークちょっと置いとくか。エスターク眠りでもいいか。天空竜でさ、あれ落としたくない？どっちがいいかな。ここで眠り取るか、眠り取るか。こっちが良かったかな。どうかな。で次ドルオーラおじさんが来るから、あー、これもまたまずいな。これしようかな。これしようかな。で、下がる。これしようかな。うん、混乱おじさん来るから。そっちか。次、天空でとどめさせるから、あれぐらいが一番いいよな。もうさ、ダメージ軽減無視のさキャラクター出ないかな。もっと次のさナンバリング出ないかな。いや、いかに強いかが分かるよ。このバーンとかさ、バーンじゃないわ、バランとかさやってみて、あとハードラーとか、うん、あとマデュラとかね。好きな方いっちゃう。オールラウンダー、オッケー。いや、強くないこの回復量。殴られて回復、行動開始時回復、行動して回復、やばいって。あの、なんだっけ、回復量をさ下げる技もあるよ、特性もあるよね。あれ、あれ使ってる人いるかな。非 HP 回復量減少みたいなやつ、あれうまく使ってる人いるかな。だからドラゴンスケールとかそういうやつもそうでしょ。はい、対戦よろしくお願いします。カマ来て少年来て、で、あ、いやその辺一緒だな。で、またバランか。もうバラン良くない、うん、またこの子最初で良かったっちゃ良かったな。良かった、まあ変わんないか。デスピが最初良かったな。アタさん行きます。で、このカマが強いんだよ意外と。で、デスピ来る。ここか、デスピ。辛い。辛い。あいつは混乱取るか。あいつ混乱、あいつ混乱とこな話じゃないわ。いないわこの世に。ちょっとね、ダメだねやっぱね。魔王2人、五十二人でいいのか。
50二人な。はい、対戦よろしくお願いします。これは勝てるでしょ。で、左側で気持ちよく刺して、これ勝てるでしょ。あ、いや、デスピがダメか。そうか、デスピがダメだ。あー、デスピダメか。で、あと順番だな。真珠が早ければ助かるけど、あー、ダメか。カバー入られちゃうパターンだな、これな。こっちか、こっちか、こっちか、こっちも行っちゃう。そしたらそんなことないか。ここ行ってこうか。んでもな、ゴレムス呼ばれちゃうんだよな、これな。よくないですよね。で、バタフライ素早さ上げたいんだよな。先に状態上取るとかさ、そういう感じ。メタパーニー、これは助かったんじゃないか。こう剣戦だね。ちょっとこの子何覚えてるの。ああ、何も覚えてないか。ジャジャン。向こうのあれが先か。じゃあここでいいか。で、ここでどっちをかばうか、ソロだか。あー、そっちかばうんだ。いやー、ちょっとまずいなー。言うてもそれでもまずいなー。言うてもまずいなー。落ちないかー。デスピのきつい気がするんだよな。デスピのきついんだよな、それでもな。いやー、次素早さ。いやー、これ反応しないのはダメだな。素早い。順番順番順番。帰る先帰る先。あー、やっぱそうかー。すべー、2ターン目なぁ。うーん、天空竜だな、次な。天空竜、天空竜だな。ナイツをラリフを取って、落ちないよな。じゃあこれにして、あれ、うち仲間呼んだっけ、うち仲間呼んだっけ。ゴレムス呼んだっけ。呼んでないよな。さあ、ここで落ちるかどうか。耐えてくんねえかな。耐えてくんねえかな。1でいいから。あー、ダメか今。あー、いや、今ダメージ量見たかったな。いくつあったんだろう、ダメージ量。あー、
千三百二だっけ？千三百二いくらだったのか。HP いくつだったんだろう。千三百もないか。いやデスピつれー。ゴレマス呼ぶべきだったかな。ねえ、向こうの状態異常が取れるから。はい、対戦よろしくお願いします。いやいいな、あのゼシカが、ゼシカがいい。元ゼシカ使いとしてはどんだけ強化されたか。ここはマームが来てあとうちって感じだと思うんですよね。あー、ゼシカも早い。ゼシカ早い、709まであんだ。うわー、帰る、負けたか。695負けたか。でもさ、言うてもさ、これあの子天空竜で落とせるんじゃない。素早さ持ってれば落とせる。これ来てウォーターだろ、どうせ。ここはマインドだよな。ああそうだな。よしで、カエル落ちないで。危ねえ、カエル落ちない。よし、じゃあこれいっちゃおう。アンルシアゴッドで落ちないかな。落ちないかな。痛いとこついてくんな。そっかそっかそっか。ちょっと待って、その子は使うんだっけ。うわ、痛くねえかそれ。ゴッドで落ちないかな。それか、いやこれしかないわ。エジネ35落ちるわけないじゃん。落ちるわけないじゃん。下下がってだな、下下がって、あー下下がってやらかったな。あーそうか、もうマームの使い方の教科書ありがとうした。いやー貸したかったな。ここはもうちょっとやれることあったよね。ちょっと情けなかったな。アンルシア、そうだよ、アンルシア3回踏みとどまりだもん。落ちるわけないわ。そうか、じゃあどうしようかな、あれ。いや、実は今回コラボ復刻ガチャが来てるじゃない。マーム引いたんだけど。全然出ない。なんで出ないの、マーム。しかもさ、ピックアップの A も出ないんだよ。やばくない？このピックアップの率。ピックアップ100でよくない？まず 4% から厳しいんだから。はい、よろしくお願いします。デスピー打ち希望ね。向こうのブチジュンパには負けたくないな、素早さ。あー負けてんのかよ、素早さ。マジかよ、マジかよ。いやこれまずいな。でもさ、いい感じになってんな。いい感じになってるね。いい感じですね。いい感じですね。これはこっち行きますね。
これ音っぽいからね、カエル音するでしょ。いやー読み通り、あざす。でこれはこれでいいかな、これにしようか。半減だけ取ってくんね。あの素早さも負けてな、混乱も負けるか。これはマジか。じゃあこれこうだね。お互いカエルは天空竜にて処分しました。クマで休み。ゴースト殴る、会心出る、 15% あんだぞ。おかしいだろ。ドゥ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 ン。しかもどんぐらいあったんだろう素早さ、見ればよかったな。だって星フルではやって獣王の爪にハグメタベストだよ、うち。それで負けたんだよ。もう錬金で負けたと言いようがない。覚醒まさかしてないよね、カエルごときに。はい、というわけで本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。